みんな募金を入れるためにめっちゃ準備運動とかするよね。何の気合って感じやけど。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速マンション見てこう。今回はハートマークはない。一番にそこを確認するやつ。はい、それじゃあ陽平さん入ります。これと遊びましょう。ほいほい、遊ぼう遊ぼう。お、キャッチ。ミーが落とすアイテムをキャッチできればあなたのもの。床に落としたら失敗です。はい、スタート。帽子を。なんか特にそんな欲しいわけでもないけど。失敗。あー、それでもやっぱりキャッチしたいよね。よし、来い。行きますよ。はい、どうぞ。実は、ここだけの話。先日、この王将をうまくキャッチできなかった人は、お、なんだ、何が。怖くて口に出せません、失敗。ああ私に一体何が起こる。そこが怖いんですけども。残念でしたね。また遊んでください。ぜひぜひ。ちょっと私に不幸が起こらんようにちょっと祈っとかんといかん。お宝ティッシュをもらいました。ユーマは髪型も変えればもう少しモテると思うんですが。どうなんやろ。でもユーマくん、可愛い系よね。なんか、ユーマくんはでもあれか、なんかお父さんとお母さんのいいところを取っとるような気がする。はい、どうぞ、オムライス。なんか、パッと見、モカタンっぽい。なんか顔の中身モカタンっぽくって、多分外側がてっちゃんっぽい感じ。お、レベルアップ。ほい、それじゃあ道具で、サンドバッグを、どうぞ。道具、サンドバッグをプレゼントしました。はい、それじゃあ。遊びたい人がなんか増えたの。え、めっちゃ増えたな、どうした？噂が駆け回りよんかな。はい、それじゃあ。カートくん。入るよ、入るよ。遊んでください。ほい、遊ぼう、遊ぼう。またしてもキャッチ、マジで何今度は。ヨーヨーかな？いやね。はい、来い。ヨーヨーなんか昔めっちゃ流行っとったよね。全然遅かった。ね、漫画とかもあってやん。なんていう漫画か忘れたけど。行きますよ。ほい。早っ。待ってー。なんか、なんやろ、コロコロでね、多分連載しよってゲームの中に、ヨーヨー系の漫画があったはず。私その辺の漫画あんまり細かく見てないんよね。え、付き合ってるのに。全然大丈夫やろ。あれ、なんか付き合ってるのに片思い的な、なんかそんな感じの歌なかったっけ、ハロプロ系で。なんか曲は聞いたことないんやけど、タイトルだけ見たことある。まあまあ美味しかったようです。はい、それじゃあ。あ、ねえ、そんなことを言うなら、リミちゃんとデートでも行ってきなよ。はい、翔太くん。男の子ばっかりやね。僕と遊びましょう。ほいほい、遊ぼう、遊ぼう。食べ物、お宝、モザイククイズ。モザイクがかかってるアイテムは何なのか、3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな？はい、スタートー。モザイククイズ、第1問。第1問。これは何でしょう？ガム。ちょっと一瞬口紅かと思ったけど違うね。ガムでした。なんかパチンってなりそうやん。第2問。でこれは何でしょう？サザエのつぼ焼き。色的に。サザエのつぼ焼きでした。いいね、美味しそう。最終問題。これは何でしょう？何これ、婚約指輪。答えは指輪ってね、結構なんかあれだよね、青いケースのイメージがあるんよね。青いケースが多くない？ほとんど。違うんかな？なんか飛び盛りでもそうな気がする。はいはい。それじゃあ、一番小さいので。お宝、練り消しをもらいました。ありがとう。もうこうなんかね、丸められた状態の練り消し渡されたら、なんか使いかけですかってなるよね。財布はお金以外のものは入れない方がいいよ。レシートとかも出しとった方がいいもんね。カードとかは入れるけど。なんか、お金の入る隙間がなくなって、なんか、
金運が下がるみたいな感じの、お金がたまらないみたいな感じになるらしいよ。どうすか。お、結構美味しかった。よかったよかった。はい、それじゃあ。もう他のマークは出てないかい。とりあえず一回一回確認するやつ。結構向こうの一軒家に行っとる子たち多いね。はい、ともちゃん入るよ。一緒に遊びませんか？遊ぼう、遊ぼう。恋人も親友もって絶好調やね。共通点クイズ。二人の目の共通点が合っているかどうか当てましょう。全問正解できるかな？はい、スタート。共通点クイズ、第一問。第一問。エドトアナブスは、下の名前の文字数が同じである。ん？違うんじゃないかな。答えは、はい、でした。一緒だったー。わからない。そのまんまの名前かと思ったよ。また遊んでください。ぜひぜひ。ともちゃんはあれよね。おんまゆでもなんかすごい似合っとるよね。前髪の長さ。全然無駄なことなんてないですよ。ともちゃん髪の毛ピンクになってからめっちゃ可愛い。前から可愛いけどさ。はい、ドリアン。ドリアン、どう？臭いって聞くけど。どうすか？あー、ダメだった。美味しくなかった。マジか。え、でもさ、ドリアンさ、臭いけど、味はめちゃくちゃ美味しいって聞くけど、やっぱり味もそうでもないんかな。え、でもさ、あれよね、正直、臭って思うもの、そうね、匂いを感じん状態やったらあれやけど、匂いを感じる時点で美味しさ半減するよね。半減どころじゃないかも。一緒に遊んでくれますか？はいはい、どうぞどうぞ。遊びましょう。いや、だってトイレで食事しろとか言われても嫌やん。超アップクイズ。一部分が超アップで表示されたアイテムは何なのか。三つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな？はい、スタート。超アップクイズ、第一問。第一問。これは何でしょう？チーズ。答えは色的に。チーズでした。よし。超アップクイズ、第二問。第二問。これは何でしょう？ピザかな？答えは。色的に。色的にばっかりやけど。超アップクイズ、最終問題。最終問題。ででん。これは何でしょう？え、なに？鈴？答えは？なんとなく。あー、よかったー。よかったー、合ってたー。おめでとうございます。ありがとう。一つだけあげます。それか選んでください。じゃあ、一番小さいの。お宝、松ぼっくりをもらいました。ありがとう。じゃあ、はい、梅干しでも。どうぞ。いただきます。ほいほい。どう？すごく美味しかった。お、よかったよかった。単体でやけんどうかなと思ったけど。のんびり暮らしたいです。のんびり。のんびり平和にが一番やね。はい、それじゃあそろそろ、みんなに募金を募りに行きますかね。いろいろと遊んだんで。はい、みんなどんどん入れてって。めいちゃん移動早いな。まあ、でもさっきめいちゃんの部屋にいて私が今ここにいるから、まあ、同じぐらいのスピードで移動してきたってことかな。今日は 27,100 円集まりました。みんな募金を入れるためにめっちゃ準備運動とかするよね。何の気合って感じやけど。はい、そして朝一。美味しいコロッケだよ。いらっしゃい。コロッケ。高いね、結構。マジで？だってコロッケってさ、1個60円ぐらいで売ってないっけ？売ってないっけ？ 100 円もせんよね。だいたい。はい、それじゃあ、ミーニュース見てこう。11時になりました。ミーニュースをお伝えします。お願いします。お、ナトさん誕生日、マジで？おめでたい。いいね、いいね。誰が来るんかな？あ、でもナトさん。彼女やったっけ？彼女さんおったよね。いいね、いいね。お祝い。あ、これよく見たらあれなんや、左側なんか、プレゼント？プレゼントなんか3つぐらいあるけど。おめでとう。あれかな、ここに来てない人も、
プレゼントだけ送ってくれた人みたいなおるんかな。マジのいいに聞きました。今日は素晴らしい日です。奈良さんが生まれた日が目に浮かぶようです。いや、おめでたいね。生まれた日が目に浮かぶよう。はい、そんなことはないけどね。あやからお伝えしました。ありがとう。そんな想像力はまあないけれど。はい、そして今回、また歌の歌詞を送ってきてくれた人がいるので、見ていきたいと思います。はい、今回はグループで、とね、特に、あの、グループのメンバーとかの指示がなかった件、ちょっと今までにいた、あ、そっか、これ曲名か。今までにいたスイートの3人に歌ってもらいました。食欲の秋と、キラリチャンネルさんから送ってもらった歌詞です。ジャンルはアイドルで。いいね、食欲の秋だね。一応なんか食欲の秋っていう系、まあ、あさみさん違うけど、しっかりは食べ物系で。冬も食べ過ぎそうやもんね。ともこの夏までにあんまこう食欲がない分、秋冬でなんか一気に取り戻す、いやそれ以上に食べてしまうみたいなことがあるけん気をつけなければ。はい、それじゃあ、さあマンション、おミネットさん、ミネットさんずっとこれ被っとるな。あれかな、鏡は出せないけんかな。遊ぼう、遊ぼう。お、食べ物お宝モザイククイズ、スタート。モザイククイズ、第1問。第1問。これは何でしょう？花束。さっきあれや、つづらの中にもあったもんね、一番大きいやつ。私はゲットできてないけど。モザイククイズ、第2問。第2問。これは何でしょう？ヨーグルト。答えはヨーグルトのさ、この上によく乗っとる、これは何？ミントってこと？ミントなんかな？なんかよくわからんけど、葉っぱ乗せとるのがあるよね。食べに行った時とか。最終問題。停電。イカスミスパゲッティ。なんか黒いから。イカスミスパゲッティって味はどうなん？普通？ただ単に黒いだけってこと？それなら全然普通のスパゲティの方が良くない？汚れんし。っていう現実的な話やけど。ほい、真ん中。やったね、お宝金の延べ棒をもらいました。え、これ一番左は何？石？ただの石ころかな。パソコンでネットを見ていると、つい時間を忘れちゃいます。そういうことあるよね、ネットサーフィンとかしよったら。私もなんかネットニュースばっかり見よる気がする。はい。コーラでもどうぞ。いただきます。ほいほい。どこから飲んでんだ？その穴からか？結構美味しかったようです。お、よかったよかった。はい、そしてもう一人。あ、なかった。いなくなったわ。あ、さっちゃん。いいね、ソフトクリーム。遊ぼう、遊ぼう。お、超アップクイズや。スタートー。第1問。これは何でしょう？牛乳？答えは、牛乳でした。しかも瓶や。一瞬パックを想像してしまった。第2問。ででん。ホットケーキ。あれや、バターの部分やろ、あれ。ほら、わかりやすい。でもちょっと思っとった場所と違ったけど、テカっとる部分やったんやね。最終問題。でこれは何でしょう？何これ？リゾット？なんとなく。他の二つではない気がする。おー、よかったー。リゾットって食べたことないけん、いまいちよくわからんけど。なんか、べちゃべちゃしたやつ。べちゃべちゃ。言い方があれやけど。はい、中間で。
お宝、しゃもじをもらいました。ありがとう。内地の失敗話がおかしくって笑っちゃいました。という笑えるような失敗話は全然いいと思うよ。はい、ガムでも。いただきます。はいはい、ちゃんとね、あれ、いたずら用じゃなくって普通のやつやけん。え、あんまり美味しくなかった？マジで？ガム好きじゃない人とかおるんかな？ちょっと、味によると思うけど。お、友達マーク。喧嘩ではない。喧嘩ではない、よかった。そっちの世界の天気はどうなんでしょう？こっちは今日めちゃくちゃ晴れてました。さらに、友達も紹介しないのですが。マナリも紹介するのはどうでしょうか？お、いいと思うよ。いいんじゃないかな。ロカゲさん恋人おらんかったんやっけ？別れただけか、まだ。とりあえず、趣味の話。趣味合うんかな？わからんけど。ロカゲさんにもまた新たな出会いがあるといいね。独特な二人だな。絶対趣味とか合いそうにない気がするんやけど、大丈夫？ちょっと理解できない世界だわーとかならない？ほら、理解できてないやん。お、なんかめっちゃ話し込みよるけど。超話すやん。あー、そして理解できないと。ですよね。まだ友達にはなりませんでした。なるほど。まあ、とりあえず、まあ、知り合いにはなったかなっていう。パソコンでネットを見ていると、つい時間を忘れちゃいます。やっぱり最近の人とかね、まあ、パソコンじゃなくてもええけど、YouTube とか見よっても結構時間経つの早そう。私あんまり見んけど。1日に1時間見たらいい方な気がする。結構美味しかった。よかったよかった。お、そしてレベルアップ。服をあげよう。何がいいかな。漢字 T シャツで。はい、どうぞ。服、漢字 T シャツをプレゼントしました。いつもありがとうございます。いいね、シンプルに。ほいほい。わしからのお返しです。なんすか。お、お宝金貨をもらいました。やったね、ありがとう。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いつも思うけどさ、なんかもうそろそろ閉める時間帯やなっていうぐらいにめっちゃなんかマーク増えるよね。つらっ。